さあ、ということで、新コーナーですね、最近始めた、はい、イラさん、最後にお願いします。はい、今回のおすすめ本はこれです。吉田健一、舌鼓、ところどころ。これね、もう簡単に言えば簡単、年季が入ってますね、食も、食べ物のエッセイです。うん、で吉田健一知ってる、うん、知らないです。知らないですけど、タイトルがすごいいいなって思って。あのね、吉田健一は、実は超ええとこのボンボンです。へお父さんは有名な、日本の首相、吉田茂。はい。本当にそうなんだ。今一瞬そうかなと思ったんですけど。前回のエクニさん。この人の、あの、あれがすごいよ、行政中学を卒業後、イギリスのケンブリッジ大学に行きます。はい、すげえ。なので、まあ、この時代に本当に英語がペラペラで、イギリスの貴族社会みたいなものに関しても知識があるの。うん、で、面白そう。英語が、抜群にできる上に中国の古典なんかにも知識がすごくあるわけ、うん、なのでそういう本物の教養人みたいな人が気軽に食のエッセイを書くとこうなるんだよっていう感じなんだよね。あ、いいですね。絶対面白いですね。読みたい。で抜群にいいのがね、吉田健一ってね、うん、ドストエフスキーとは違った意味で粘りのある長い文章をゆったり書く人なの。ああ、いいじゃないですか。違った意味じゃが、なんかちょっとポジティブな感じで。こっちはしんどいんだけど、こっちはそれが面白いのよ。あ、なので、元は一緒かもしれないと。あの、吉田健一の文体ってどういうものだっていうのを見るために、でも、なんとなく読んで。うんうん。もう本当にそんな難しいこと書いてないから。おすすめだよ。なんか、ね、この間エッセイは伊丹さんのもありましたし、なんか面白いエッセイ、まあ今もあるのかもしれないですけど、昔も結構いっぱいあるんですね。あのね、エッセイに関しては今よりこっちの頃の方が全然面白い。やっぱりそうなんだ。はっきり言って今のさ、まあこういう言い方をすると厳しいけど、中途半端なエッセイ室とか随筆家の書いたものと、うん、例えばこれとか伊丹さんのとか比べたら、ものすごい差があるから。こっち本物。なんか今はそうですよね。なんか自分も書けないくせにあれですけど、なんか SNS に上げるようなのがそのちょっと文章で伸びてるみたいな感じだけど、昔は違いますよね。そういうのをやってもいいんだけど、そういうのを本当に力のある人がやるとこんな面白くなるよっていうのをちゃんと覚えておいてほしいかな。まず吉田健一の本はいろいろあるんだけど、どれもおすすめです。とりあえずでもこの食の方から気軽に入るのがいいかな。吉田健一読んでおいて、高校生とかでこれ読んでたら、大学で会った友達とか先生に、どんな本読んでるの？いや、吉田健一は面白いですねとか言ったら、おお、この人は分かってるって感じがするので。一応、タイトルからいいよな。うん、いいと思うよ。おすすめです。はい。ありがとうございます。エッセイって私は読んだことがないんですけど、うん。その、なんか面白さってどこにあるんですか？エッセイの。あのね、小説って一つの作品世界だから、書く方もガチガチに結構緊張するのよ。うんうん、要はシンフォニーなわけ、うん。エッセイって、おもてなしをするための気軽なおしゃべりなんだよね。うん、だから可愛らしい小曲ってあるじゃない。クラシックでも。はい。ね、トロイ・メライみたいなやつとかさ。うんうんうん、あるいは何、甘い色の髪の乙女とか。うん、おおってなるような楽しい身が詰まってるのがエッセイ。小さな楽しみが詰まった。気軽なもの。なるほど。って感じかな。うん、まあ。でもやっぱその人らしさ出ますよね。小説とはまた。違うけど、どっちも。例えばイラさんの、あのね、長編も、うん、まあ短編も、エッセイも、やっぱりイラさんっていい意味で出ますよね。出る出る出る。うん。エッセイの方がでも、キャラクターとか作家性というよりは人柄が出るよね。うん、作家性は小説に出て、人柄はエッセイに出るって感じ。うん、ちょっと興味深いな。な、読んでみよう。ありがとうございます。はい。うん、はい、ということで、また来週お楽しみにしていただけたらと思います。はい、それでは、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。